坂道が終わり、美しい絵画が壁一面を飾っている場所に出た。その一角は奇妙な光景だった。右側の壁に傷一つついていない扉があるが、もう十歩ほど先の同じ壁には、破壊されてできた大穴が開いているのだ。また、部屋の正面奥から上り坂が始まっている。あなたが思案に暮れていると、正面の廊下から複数の足音と荒い鼻息がこちらに近づいてくるのに気がついた。何者かはわからないが、ここに立ち止まっていては見つかってしまう。あなたはどうするか。